んだろう。顔を見れば一瞬でわかるよ。ネクストという特殊能力者がこの世に突然変異で現れてから45年、街の平和が守られているのは彼らネクスト、つまり能力者がヒーローとして働いてくれているおかげだということです。私の氷はちょっぴりコールド、あなたの悪事を完全ホールド。ありがとう、そしてありがとう。もうワイルドに吠えるぜ。行きますよおじさん、無理はいけませんよ。その力は人を助けるためにあるんだって。豪弁？君にはあるヒーローと組んでもらう。ヒーロー開発のコンビ結成、嫌ならやめてもらってもいいよ。いらねえってどういうことだよ。おじさんただでやるって言ってんだぞ。だってそれかっこよくないんだもん。あなたはもう時代遅れなんですよ。ヒーローが人前で仮面外したりなんかすんな。他のヒーローの状況を把握しておけば登場パターンが被らず番組で目立てます。あんな男とは組めません。このチャンスをつかまなければ君があえて本名を明かしている意味もなくなる。俺は未だに一人ですよ。何ちんたらやってんの。友達にも内緒にしなきゃなんないし、こんなに報われない仕事だと思わなかった。あんたはなんでヒーローやってんの。ヒーローは希望がある限り命を見捨てるわけにはいかねえんだよ。僕はあなたを信じていません。お前にヒーローってやつを見せてやる。じゃあバニーちゃんはご自由にどうぞ。聞き違いでなければ今僕のことバニーちゃんってピョコピョコ跳ねてお耳が長い可愛いウサギちゃんみたいだね。僕はバニーじゃない、バーナビーです。